ポスティング申請期間終了、山本今永噂は、同期は、プロ野球から海外 FA 権を持たない選手が大リーグに移籍するためのポスティングシステムのコンオフの申請期間が15日に終了し、ロッテ佐々木朗希投手は手続きを行わなかった。所属球団が制度利用を認めた場合、日本野球機構を通じて大リーグ機構に契約可能選手として通知されるもので、話し合いの末に球団が容認しなかったとみられる。かねて年齢問わずに行きたいと意向を示しているワンは再来年以降の挑戦を目指すことになりそうだ。そりゃそうだろ、さすがにロッテ球団に失礼だわ。まだ一度も規定投球回すら到達したことない投手、現行のルールだと25歳にならんとマイナー契約だし、そもそもコンオフとか言い出したのスポニチ沢だけですよね。球団が許可しなかったんじゃなくて、スポニチのガセでしょ？いや、あんたらのいい加減な記事のせいでどんだけ朗希が叩かれたと思ってんの？メジャーだと25歳ルールもあるので、ロッテからすると現時点でポスティング許可する旨味が何もない。さすがに年間通して活躍してからが理想かな。吉井監督が必ずメジャー活かしてくれると思うから今は我慢して体力作りをして頑張ってほしい。朗希には、これからいくらでもチャンスがある。来年は、ロッテのために頑張ってくれ。来年ローテ守って圧倒的な成績でタイトル獲得したら行くだろうね。佐々木は実力以前に体調面に不安があるからな。中4日またはいつかは今じゃ無理でしょう。そりゃそうだ。朗希の話は事実とは思えないがな。まずは NPB で1年間戦えるようにしないと。ローテーション3年守ってから行け。佐々木朗希はまだ何も成し遂げてない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。